今ドイツのミュンヘン空港にいるんですけれども、こちらからですねイギリスのロンドンのスタンステッド空港というところまで、今回後ろのユーロウィングスという航空会社を利用して、フライト飛んでみたいと思います。今回フライト時間もそんなに長くないんですよ。まあ、1時間2時間あれば着く、そんな距離感なので、まあ、すぐ着いちゃうと思うんですけども、まあ、あの機内の様子とかですね、ちょっとまあミュンヘン空港のラウンジもちょっとちらっとだけあの動画で撮れたらいいなとは思っていますので、まあ、その辺含めて、動画でちょっとご紹介していきたいと思います。なかなかこうユーロウィングスっていう飛行機、まあ、航空会社ですね、多分あんまりこう日本にいると乗ることないと思いますので、なかなかまあ珍しい動画になるんじゃないかなと思っているんですけれども、はい、まあ、楽しみにしていてくださいということで、まあ、早速あのもうチェックインができるようなのでチェックインちょっとしに行きたいと思います。保安検査所の人も、出国審査の係りの人もですね、もうガムとか飴とかそういうの食べながら仕事をしていたんですけども、まあ、日本ではあんま考えられないですよね。まあ、ちょっと東南アジアだけかなと思ってたんですけども、結構ヨーロッパの方でもですね、まあ、そういうガムとか飴を食べながら仕事をしている人が結構多くて、ちょっとまあ驚いてます。ミュンヘン空港のラウンジなんですけども、今ターミナル2にいるんですけど、ターミナル2のラウンジでプライオリティパスが使えるラウンジがなくてですね、今ルフトハンザのラウンジの目の前にいるんですけども、まあ、ここ使えるのはですね、ルフトハンザ、まあ、スターアライアンス系列の飛行機の、まあ、ビジネスクラス以上の人だったりとか、あとはスターアラのゴールド会員以上ですね、そういう上級会員であれば使えるラウンジになってました。まあ、僕ちょっと上級会員じゃないんでね、まだあのここ入れないんですけど、プライオリティパスもここ使えませんでした。ということで、ちょっとね、お土産を買いにですね、いろいろこの空港内ちょっとね散策してみたいと思います。いろいろ回ってるんですけど、ロクシタンの化粧水とかがすごく安いみたいですよ。なんか4000円ぐらいのが2000円で買えるみたいだったりとかします。で、今なんか美容系の商品を見てるんですけども、なんかねオーガニックが結構ドイツは進んでるみたいで、まあ、それが欲しいと言っているのでちょっと見てます。まあ、なんかいろんなクリームがあるんですけど、ヒゲがですね薄くなるクリームとかあればいいなと思うんですけど、まあそんなないっすよね。ちょっとなんか変わった休憩所みたいなところがあるんですけれども、ちょっと中を覗いてみるとですね、ちょっとベッドが置いてあって、で簡易的な、まあ、デスクもあるんですけど、これすごいですね。なんかカプセル、本当超ちっちゃいカプセルホテルみたいな感じなんですよね。で例えばこれを買わないのかな、2時間利用するのに、30ユーロかかるということですね。まあ、ちょっと金額的にはいくらだ、まあ、2時間で4000ぐらいなんでちょっと高いとは思うんですけども、はい、まあ、こういう休憩所があったりするのがまた面白いですね。ラウンジみたいですよね。すげえ。ちょっとこういうところですね、空港にこういうようなところがあるとすごくいいなと思います。まあ、なので空港泊とかもしようと思えばできるんじゃないですかね。機内に乗ってまいりました。今回機体はですね A320 という機体ですね。3列3列っていうような感じの、まあ、作りになっています。で足元ですね、足元は結構広めですね。拳が1個2個半ぐらいのサイズのスペースがあります。でモニターはなくてですね、まあ、機内雑誌とかですね、まあ、そういうのが置いてあります。でドリンクと食事のメニュー表があったのでちょっとご紹介をしていきます。ワッフルとジュースがセットで3ユーロとか、マフィンと
これはコーヒーかな、うん、コーヒーがセットで5ユーロとかで、ビールと、まあ、おつまみですね、スナック菓子5ユーロとかですね、そういう価格帯になっています。でサンドイッチが 4.9、5.9 ということで、まあ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 な感じですかね。でちょっとあのびっくりしたのが、これポンド支払いじゃなくてやっぱユーロ支払いなんですね、まだ。でこれがドリンクの価格です。まあ、コーラが 2.5 だと結構まあ高いかなという感じですかね。あとはお菓子、プリングルスとかワッフルとか、はい、まあこんなラインナップになっています。有料の Wi-Fi があるんですけども、まあ、価格帯が 3.9 ユーロからという価格帯になっています。シートは革張りになっています。なんかね、こういう椅子ありますよね、デスクワーク用のこういう椅子あると思うんですけども、乗客率はだいたい 50% いくかいかないかぐらいっていうところでしょうか。そんなに混み合っておりません。はい。でビジネスクラスは特になくてですね、まあ、一応プレミアムシートみたいなのがあるんですけども、まあなんかそこまでプレミアム感がないシートになっています。ミュンヘン空港はですね、あのルフトハンザ航空の、まあ、ハブ空港として結構使われているみたいで、たくさん、まあ、ルフトハンザの飛行機がたくさん並んでいます。あそこに見えるのも、ルフトハンザの飛行機ですね。ターミナル移動してるんですけども、まあ、そのターミナル移動の電車に今乗ってるようなところです。はい、ということで、まあ、今回、ユーロウィンクスですねに乗ってみた、まあ、搭乗レビューということで動画をお伝えさせていただきました。それではまたね。